皇帝がいなくなった。結果その、頂点、は決めることができなくなった。そんな感覚、それ、春？王の権威じゃないのだ。あくまでも求めてるのは皇帝。それがでも、いない。朝鮮王朝の末裔には決められないし、大損害しか出ない現実もある。が。思想の問題はある。人は機械よりも上位だ。対戦ゲームで決めよう。責任を持つ。皇帝はどこにいるのか。オーガさん、それは、その先に何を置き、目指しているか。誰もやったことがない。それは世代の感覚もある。ちょっと恐怖だ。そこ、に数千億円を投入？失敗したら、誰がその損害を背負うのか？誰が悪いというわけでもないのだろうか。今まで通り、それが巨大な岩として。この先に、これ、脅かすか、あるいは制御下に置くか、そういうルートは見えるのか。自分もただ、前と。